ろ、うん、髪も長いよ。ああ、探しなかった。ねえ、翔ちゃんやんね。梅雨明けに近い7月全般からタイヤギの変死が確認されるようになり、銀酸素水粉の発生が目立つ7月中旬には 100% の変死が報告される事態となった。昨年度のタイヤギが、タイヤギ漁獲が13年ぶりの豊漁となり、今後数年は残るタイラギの漁獲によって生活ができると喜んでいた矢先だけに、潜水機漁業者の落胆は計り知れない。空の上から見えることね。また赤潮の多発、潜水機の乗り用機の表面と大きな経験と経済として漁獲経営を大きく疲弊させており、多くここ2年は年末の局所的かつ向上的な不良地の発生によって後継者を抱える漁家が再起不能的な状況に陥ろうとしている現状に、私たち漁業者は不満にやる果たせない思いがある。干拓も強制地の排水や堤防締め切りによる漁協の変化が赤潮発生や海外変死の原因となっているといった疑念は毎日毎日こそそれなしなくなっているものではない。今年4月当時の赤松農林水産大臣は、与党健康検討委員会の開門調査の実施を示した報告を受け、開門調査を公式に表明すると私たちの前で明言した。我々漁業者はやっと再生への光明を見た思いで安堵していたが、山田農林水産大臣が就任後、その発言は前大臣が説明した内容には歩道と財源不足を理由に開門調査の判断を先延ばしにしようとしている。国が結論先延ばしのこれまでと全く変わらない姿勢では、沿岸4県住民並びに漁業者は再び不問に帰する混乱に陥り、お互いの対立の中で避難を繰り返すことになる。有明海再生のためにどうしても排水門を開けなければならない。開門調査の実施によって初めて有明海再生扉が開かれるものと、多くの漁民者が信じて一刻も早い国の決断を待ち望んでいる。国は諫早湾干拓調整地の開門調査実施が有明海沿岸漁業者の生活圏がかかった最大の懸案事項であることを理解し、前大臣の発言に責任を持ち、開門調査の実施について早急に公式表明すべきである。以上。政治団